ドジャース3対0ロイヤルズ、日本時間17日、ロサンゼルス。ドジャースのムーキー・ベッツナイヤシュが16日、日本時間17日、本拠地ロイヤルズ戦で支給を受けて途中交代。デーブ・ロバーツ監督は試合後骨折していると説明し、手術はしないものの、離脱となることを明かした。 そして、大谷翔平投手を一番で起用する構想を明かした。ベッツは7回2市一塁で迎えた第4打席で、ロイヤルズ2番手のダンアルタビーラ投手が投じた97.9マイル、約157.6キロ、のフォーシームが左手に直撃。ベッツは苦しそうな表情を見せてうずくまった。しばらく立ち上がれず、場内のファンからは大ブーイング。 その後、ダイソーにミゲルロハス内野手が送られて途中交代となった。ベッツは開幕から不動の一番を務め、第3打席を終えた時点では打率点304、10本塁打40打点、9盗塁を記録していた。ロバーツ監督は骨折だ。具体的なタイムラインは私にはわからないが、復帰まで時間がかかる、手術の予定はない、 骨が治るのを待つことになると話した。指揮官は、ムーキーのことが、本当に気の毒だ。MVP 級のシーズンを送っていた。非常に不運なことと肩を落とした。今後の打順について、大家を一番で起用するのかと問われると、最初の考えとしてはそうなると話した。